こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。はぁ、魔性の女になりたい。そしてバカみたいにモテたい。無理だろ。ストレートに否定しないでよ。魔性の女、悪女とか言われる女性は特別なんだよ。あれは一種の才能だ。やっぱそんな簡単に魔性の女にはなれないか。でもさ、悪女って響きは何かかっこいい感じがするわ。悪女といえば、日本に三大悪女と呼ばれる女性がいるぜ。元祖悪女よ？それは気になるわね。じゃあ今日は、日本の三大悪女について紹介するぜ。ゆっくりしていってねー。まず一人目は北条政子という女性だ。政子は、鎌倉幕府を開いた源頼朝の正室だ。頼朝の死後、幕府の実権を握った人物だぜ。教科書でも登場する有名な女性よね。情熱的で男勝りなイメージはあるけど悪女ってイメージはないわね。北条政子は嫉妬深くて冷酷な悪女だと言われてるんだぜ。へえ、そうなんだ。まずは政子について簡単に説明するな。北条政子は伊豆国現在の静岡県伊豆半島の豪族である北条時政の長女だ。そして夫は源頼朝。二人の馴れ初めは、源氏と平氏の戦いで敗れた頼朝が伊豆へ流されてきたのがきっかけだ。あら、なんだかロマンチック。北条家は平家の流れを組んでいたから二人は敵同士。しかも政子の父時政は頼朝の監視役に任じられていたんだぜ。よく結婚できたわね。ああ、豪族の娘と罪人が結婚すると言い出したんだから周囲は反対した。しかし二人は諦めず、最終的に父親も折れて結婚が許されたんだ。1177年に頼朝と政子が結婚し、1182年に二人目を解任したんだ。だが頼朝はこの頃、亀の前という女性を寵愛していた。これに激怒した政子は、亀の前が住んでいる屋敷を打ち壊した。さらに亀の前を追い出したんだぜ。妊娠中に不倫されて腹が立つのはわかるけど、でもこの時代って側室を持つのが普通でしょ？その通りだぜ。当時はある程度の立場を持つ公家や武家は一夫多妻が当たり前だ。多くの子供を設けて一族の勢力を維持拡大しなきゃならないからな。政子の周りにはない習慣だったのかな？いや、政子の父親も複数の側室がいて子供もたくさんいたぞ。そんな身近な人がやってるのに抵抗があるのね。この時代に政子の取った行動はむしろ常識外れと言えるぜ。嫉妬深い性格なのね。ある側室は男児を産んだんだ。だけど政子の嫉妬を恐れ、7歳で子を出家させたという話もあるほどだ。こういった政子の行動により、政子は強烈に嫉妬深いイメージを抱かれた。そして、一族の繁栄を阻止した悪女と考えられるようになったんだぜ。それだけ愛していたんだろうけどね。次に政子の冷酷さを表すエピソードを紹介するぜ。彼女は時に身内にも容赦なく冷たい判断を下すことがあったそうだ。例えば？実の息子や孫の命を奪ったんだぜ。うわっを持っていた以上に怖い人。頼朝の没後、家督は長子源頼家が継承したんだ。だが頼家は蹴鞠にふけったりしていて御家人たちの不満を高めていた。そんな頼家は病床に伏して危篤に陥る。すると政子は自分の子で頼朝の弟、源実朝と、源の一万で日本を二分することを父と画策したんだ。頼家がいいリーダーではないのだろうけど、実の息子が病気の時にそんな計画を立てるなんて。しかしこの計画を比企能員という有力御家人に知られてしまったんだ。力争いをするライバルに計画がバレちゃったのね。比企氏は危篤状態を脱した頼家にこのことを伝えた。怒った頼家は北条家討伐を命じたんだぜ。息子の方も容赦ないわね。だが、これを政子に知られてしまい比企氏は時政に撃たれた。さらに時政は比企一族を滅ぼし、政子の孫にあたる一万も討伐した。一連の流れには遺説もあるが比企氏の滅亡や頼家、一万の討伐に政子が強く関与したと考えられているぞ。政子強いわね。頼家の没後、実朝が将軍となった。だが実質的な権力を握ったのは父時政だったんだ。しかし時政は妻牧の方と長女の婿平賀朝政を次期将軍に擁立しようと画策。これに気づいた政子は、時政と牧の方を伊豆国へ追放したんだぜ。こうして実の息子、父親という身内を相次いで処罰した政子は、冷酷な女と言われるようになったんだ。ただ、これは鎌倉幕府を存続させたいという思いがあったからとも言えるぜ。なるほど。政子は源氏本家の血筋が途絶えた後、次期将軍となる人物探しに奔走したんだ。そして最終的に藤原の頼経を鎌倉幕府四代将軍に据えたんだぜ。ふむふむ。ただ当時、藤原の頼経は乳児だったため、政子が後見となり実権を握った。この時すでに出家して尼になっていたため尼将軍と呼ばれるようになったんだ。
本当は出家して静かに暮らしたかったのかもしれないね。そうだな。政子はその後、生前に自分の冥福を祈る仏事である衆を執り行った。そしてその1ヶ月後に亡くなったんだ。最後までしっかりした人だね。でも冷静で判断力がある人だけど、嫉妬は抑えられなかったんだね。今も昔も愛は理屈じゃ語れないし、人を愛すると冷静でいられないってことだな。二人目は日野富子だ。1994年の大河ドラマ花の乱の主人公になるなど有名な女性だぜ。彼女は嫉妬深く金儲けに熱心で応仁の乱を引き起こした悪女。そう言われている。政子より悪女感が漂ってるわね。日野家は藤原氏の系譜を組む由緒ある家柄で、富子も16歳で足利義政の正室となった。富子の悪女と言われる理由の一つに、嫉妬深さを表すエピソードがある。ほうほう。富子は夫の側室を追放したんだぜ。政子と同じで夫を取られたくなかったのかしらね。いや、富子は違う理由を言っているぜ。富子が産んだ第一子がその日のうちに亡くなってしまったんだ。富子は側室の一人である今参りの局が呪いをかけたせいだ。と言って今参りの局と側室を追放したんだぜ。言いがかりっぽいわね。実は今参りの局は義政の乳母でありながら、義政が成長してからは愛人だったという説があるんだ。だから富子は今参りの局に嫉妬していたのではないかと言われている。それから、側室に子供がいることも気に入らなかったようだな。自分の子が亡くなった責任をなすりつけるって怖いわね。そうだな。富子のやり方にプライドを引き裂かれた今参りの局は、流刑地に流される途中で自ら命を絶ったそうだぜ。富子が命を奪ったようなものね。そして、富子を語る上で応仁の乱は外せないな。子供がいなかった義政は、弟の義見を呼び戻し将軍後継者とした。しかしその後、富子が義久を出産。ほうほう。本来の将軍後継者義見を推す派と、富子の息子義久を推す派で対立し応仁の乱へ発展したんだ。富子は長きにわたる戦乱の最中、関所を作り関戦を徴収。米相場や小売菓子からも賄賂を受け取っていたとされているぜ。戦いが起こっている裏で自分は金も受けか。富子はこうして数十億を貯め込んだが、その行いは多くの非難を浴びた。そりゃ悪女と呼ばれるわ。そして富子は望み通り義久を将軍にし、義久を貢献する立場となったんだ。さらに応仁の乱も金の力で終わらせた。金も力も持っていたのね。無敵じゃないの。ああ、そうだな。だけどそんな状態は長く続かない。富子は成人した義久に邪魔者扱いされ始めたんだ。あらら。さらに義久は25歳の若さで亡くなり、その後夫の義政も亡くなった。これにより富子の力にも陰りが見え始めてきたんだ。今まで夫や母という立場だから強くいられたんだものね。そうだぜ。そして義久の次に将軍となったのが義見の息子義種だ。義種の貢献である義見は力を持ちすぎた日野富子を弾圧し始めたんだぜ。過去の恨みもあるしね。だが、政子は細川政元と協力してクーデターを実行。義種を将軍の座から引きずり下ろした。そして、甥っ子の義澄を11代将軍にしたんだ。弾圧に負けないどころか、やり返して権力を取り戻したんだね。パワフルすぎるわ。強烈な嫉妬深さとお金への執着といい悪女と呼ばれるのも納得ね。そうだな。ただ、富子の莫大な貯金は朝廷の御所の修復のために使われたそうだ。だから晩年の手元に富は残っていなかったと言われているぜ。富子も政子と同じように、幕府のために頑張っていたのかしらね。三人目は淀殿だ。豊臣秀吉の側室となり、秀頼を生んだ女性だぜ。彼女も大河ドラマで見たことがあるわ。すごい波乱万丈な人生を生きた人よね。そうだぜ。そして彼女もヒステリックでプライドが高く、豊臣家を滅亡へ導いたとして悪女扱いされているぜ。ほうほう。だた一方では徳川によって滅ぼされたかわいそうな女性、とも言われているんだ。どうして？それは後で解説するから、まずは淀殿の生い立ちから見ていこう。淀殿は浅井長政、母は織田信長の妹一、との間に三姉妹の長女として生まれた。しかし1573年に、織田軍により、本拠、織田二条を落とされてしまう。そして淀殿は父祖父母系を失い、浅井家は滅亡した。そうなんだ。この時、一と淀殿ら三人の娘は救出。叔父の信長の目の届くところで保護されたんだ。しかし信長が本能寺の変で撃たれ、一は再婚。今度は1583年に賤ヶ岳の戦い勃発。秀吉に敗れた勝家は一と共に自害したんだぜ。壮絶ね。
この後三姉妹は豊臣秀吉に保護。そして淀殿は秀吉の側室として大阪城へ入ったんだ。1593年に息子秀頼が誕生したが、秀頼の出生に関して黒い噂があるんだぜ。ほうほう。秀吉には正室や数多くの側室がいたんだ。だが、子供を産んだのは淀殿だけ。たくさん側室がいるのに一人だけなの？ああ。だから秀頼は淀殿の不倫の結果生まれた子ではないかと噂されたんだぜ。これも悪女と呼ばれた理由の一つだろうな。秀頼の父親と噂されてるのは誰？秀頼に仕えていた大野春長ではないかと言われているぜ。本当だったら大変ね。秀吉が他界後、淀殿は秀頼の後見人として政治に介入して豊臣氏の家政の実権を握った。しかしその頃、豊臣政権内では石田三成派と徳川家康派が対立。後の関ヶ原の戦いを起こすんだ。そして1600年に関ヶ原の戦いは東軍の勝利に終わった。その後、家康は秀頼に対して心中を求めたんだ。しかし淀殿は、強いて求めるなら秀頼と共に自害する、こう言って断固拒否。従うくらいなら死ぬってすごいわね。淀殿は方向寺証明事件でも家康に逆らっているぜ。それはどんな事件なの？豊臣家が再建した方向寺大仏殿の証明に対して家康が難癖をつけたんだ。これにより両家は対立。交渉役の片桐勝元が、関係を修復するためには秀頼が大阪城を退去し江戸に住む。淀殿は人質として江戸へ置く。この条件を飲むべきだと淀殿に伝えた。しかし彼女は大激怒して拒否。だからヒステリックでプライドが高いって言われていたのね。そういうことだな。しかも大阪の陣は1614年の大阪冬の陣と、1615年の大阪夏の陣の2回に分けられる。冬の陣では豊臣家が大阪城を守り奮闘していたが、淀殿が突然戦をやめ和睦するよう指示したんだ。なんで？一説では淀殿は過去に経験した落城で、砲弾の音がトラウマとなっていた。だから大阪城が砲撃されることでおじけづいたのではないかと言われている。頑張って戦っている御家人たちは、は？って思うでしょうね。この戦自体、淀殿が原因で起きたと考えられているから余計に納得できないだろうな。こんな自分勝手な行動も悪女と呼ばれる由来でしょうね。その後、一旦は和睦した。しかし家康が講和の条件を破ったと言って大阪の陣が起こるんだ。何癖つけてくるわね。しかし最終的に大阪城は炎上して落城。秀頼と淀殿は自害してしまったんだぜ。両親に続き最後は自分も自害してしまったのね。ああ。しかも彼女は人生で3回も落城を経験している。こんなことは戦国時代でもそうそうないぜ。彼女の苦労は計り知れないわね。密通の噂や徳川との対立で淀殿はプライドの高い悪女と言われた。ずっと苦労してたのに亡くなっても悪く言われるのはかわいそうね。ただ、淀殿に悪女のイメージがついたのは、家康が豊臣家を滅ぼした理由を、正当化するために言ったと考えられている。印象操作のためってこと？ああ。淀殿が人質として江戸へ行くことを同意していたという文書も見つかっているんだ。そうなんだ。歴史は勝者が有利に書かれるものだからな。悪者的な噂が生まれるのも仕方がないだろうぜ。シビアな時代ね。悪女って男をたぶらかしてお金巻き上げるってイメージだったから、私が想像していた悪女とは違ったわ。三人とも政治に深く関わった女性だよな。だが、徳川二代目将軍の秀忠は、女性が政治に口出しできない制度を整えたんだ。だから表舞台で権力を持っていた女性はそれだけで悪女と見られやすくなる。なるほどね。その時代によって良い悪いはある程度変わるものね。そう思うと、現代の悪女系女子も将来は違った見方をされるかもしれないわね。可能性はあるかもな。ということで今回の動画は以上だぜ。動画が面白かったらチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。